喋んねえな。そうなの？友達もいないみてえだし。何、百人一首じゃん。綾瀬さん、できるんか？岩にせかるる。私が初めてカルタをした時もものすごく強い人が相手だったんだ。もし手を抜かれてたら、私こんなにカルタを好きにならなかった。くそ、こんなに力の差がついていたなんて。カルタが好きなだけのこいつに。私の先生が言ってたんだ、カルタと仲良くなって友達になれって。クイーンにはなりたいの？なれないよ。一生懸命やってくれてるやつを潰す気か？千早はいつか新たとチームになりたいって思ってるけど、俺は違うよ。続けます。競技カルタの最大の魅力はやはり小倉百人一首が中心にあること。千年生きてきた歌が、喜びや悲しみや恋を詠んだ歌が、百色の色で目の前に並ぶこと、その素晴らしさを一緒に感じてもらえれば。